日高町は北海道の日高振興局北部にある町。2006年3月1日に当時互いに接していなかった日高町と紋別町の2町が配置分合して現在の日高町となった町役場は旧紋別町の地域にある。自治体名の由来は日高山脈の麓にあることから、なおほぼ同時期に誕生した新日高町は別の自治体である。 日高振興局北部の猿川上流から下流にかけて位置する。胆振、上川、十勝の三つの振興局に接し、日高振興局の玄関口となる町、南部は太平洋に面する。東部のほとんどは森林。日高地区を東西に国道274号が走る。道央と道東を結ぶ幹線道路のため交通量が多い。 両脇を森林に囲まれた道路で赤章寺回路路と呼ばれる門別町遠隔も参照2千二年山間部の日高町は自治体経営が深刻化していたため郡内のビラトリ町、門別町との山町で合併研究会を発足させた後に協議会に発展し二千三年までにさらに隣接する保別町、向川町が加わるしかしビラトリ町が 域内最大人口の門別町との合併に難色を示し、この態度に、向川町、保別町が協議会を離脱。その後なおもビラトリ町は門別町との合併に否定的だったため、日高町は、意思決定のため2004年8月に住民投票を実施し、町民の6割が三町合併を望むという結論を得た。しかし直後の9月にビラトリ町は、 単独調整を継続するとして、協議会を離脱してしまう。やむなくビラトリ町を除いた飛び地となる2町での合併検討に入り、翌2005年に再び住民投票を実施、日高町民の7割が合併賛成という意思を示した。当初にビラトリ町役場を新町役場とする案が頓挫し、新町役場を門別町に、新町名を日高町とすることが決まり、 2005年3月に日町で合併を調印、翌年新調整施行が決定した。合併後の町域は、日高地区が門別地区よりも広い。日高門別駅級日高町にはかつて国鉄、府内線が通っていたが、1986年に廃止され道南バスが代替バスを運行。また、現在日高本線は2016年の台風被害により、 苫小コ駅、向川駅の区間でしか運行しておらず、向川駅以降は JR 北海道の大行バスによる運行が行われている。道の駅樹海ロード日高重要無形民族文化財、編集史跡、編集天然記念物、編集登録有形文化財、編集その他、編集日高国際スキー場門別競馬場の、と、ネッコゲート、ありがとうございます。